こんにちは、月刊バスケットのマイコーとホーリーです。はい、今月もポッドキャストを喋っていきたいと思います。はい、はい、ちなみに第何回か分かんない、8回目ぐらいか分かんないです、はい、ちなみにいつもコメントを募集しておりまして、前回のコメントは結構コメントしていただきましたね。はい、はい、なので終わりの方でコメント返しみたいなのをやろうと思います。はい、じゃあ10月25日発売の12月号、はい、表紙は川村くんの表紙です。はい、はい、まあ、ドライブの特集ということで、うん、まあ、タイトルはもうドシンプルに川村勇輝のドライブはなぜすごいという、はい、なんか字がメインっていう、あんまり今までにない、うん、こう、そうっすね、でっかい字っていつもと違うみたいな、あんまりないかもですね。キングス特集の時とかにバーって文字やったことあるんだけど、ね、字たくさんありましたけど、まあもうそのままですっていう感じなんですけど、まあ、直球でちょっと川村君の特集をやろうと思ったんですけど、うん、まあ、いつもなんか最近普通にやっても面白くないかなと思うんで、あのこの前ポイントガード特集とかスリーポイントにフィーチャーしたとかやったと思うんですけど、うん、それのドライブバージョンという感じですね。うん、で、まあ、表紙の話をまずいつもの裏話的なのをしようかなと思うんですけど、うん、ぶっちゃけあんまりなくてですね、今回はもうド直球なんでなんでピンクなのかっていう話をちょっとしましょうか。うん、はい、あの代表のこのユニフォームの、うん、なんていうんですか、端っこの部分のグラデーション、ね、新しいピンクが入ったじゃないですか。はいはい、で最近赤めっちゃ多かったので、うん、確かに千葉ジェッツと代表と赤が多かった、はい、多かったので、なので、まあ、この代表のカラーのもう一個のピンクを取ったという、うん、とちょっと黒が入ってるので、うん、代表のユニフォームで文字黒いという感じのピンク色になりますと、はい、ピンク色の表紙ってやったことあったのかな、なんか僕の記憶にある限りあんまりない、ね、ない気がする。なんかもね、うん、相当遡らない。なんで、なんか結構白黒ピンク3色、うん、なんか新鮮だなと思って、新しい感じですね。はい、というのと、こっそり右下に付録があるんですけど、はい、富永くんのポスターがついてます、はい、という感じで、うん、まあ、ポスタービジュアルはちょっとそのうち公開するか、もうこれが上がってる頃にはされてるかって感じなんですけど、うんうん、まあいいんじゃないですかね。表紙川村、ポスター富永という、まあやっぱニコイチという感じ で、ね、アメリカで頑張る2人をフューチャーしております、はい、という感じですね。うん、でちなみに表紙は英語版もあったんですけど、うん、最後まで悩んだ末に日本語になったという感じですね。うん、そうですね、勇気川村で行くか、まあ、川村勇気、はい、そうですね、まあ、アメリカ行ったんでね、英語でもいいのかなって思いながら、うん、まあ、最終的に日本語になったという感じの、うん、まあ、プチ裏話、はい、ということですね。何パターンかありましたからね、表紙もね、はい、はい、で中面は、まあでもタイミング結構良かったですよね。うん、この考慮した時はまだ 2A の、まだ 2A じゃなかったんで、うん、出てなかったですけど、まあ良かったのか、もうちょっと早く決めてくれようなのかちょっと分かんないけど確かにそっか、決まってたらそれについても書けたんですけど、そうですね、なんかね、あれですね、2試合目かな、プレシーズンの、うんうん、なんでホーネッツかな、ペイサイズかどっちか分からないですけど、そこでちょっと現地のライターの、うん、宮地さんにインタビューをしてもらってっていうのがスタートでありまして、うん、でそこからドライブ特集入るんですけど、うんうん、まあ、それのフックでちょっとオリンピック振り返ってもらおうやっていう話になって、はいはいはい、まあ、なんか最近何回出てんねんぐらいなんですけど、富山さんにまた面白いですからね、はい、富山さんの話がスタッフの方にですね、うん、ちょっと語ってもらって、まあ、まだちょっと正直あのテクニカルレポートっていう、うん、いわゆるこう数字で振り返るみたいなのを JBA が出すんですけど、はいはい、それまだ出てないんで、うん、まとめきれてないという感じなんで、その中で話してもらったんですけど、絶賛作業中なんですね、うん、激クソ忙しいとかすいませんね、そんな時に取材を受けてもらってみたいな感じなんですけど、でその中でまあ日本代表のことと、うん、で川村くんの、まあ、特にドライブのことであったりとか、うんうん、自分で攻める回数とか、うん、そういうの振り返ってもらったんですけど、うん、攻める回数は大会最多だったと、うん、いうことですね、その1試合あたりのポゼッション数、うん、でまあこの前ワールドカップではダントツ1位だった PPP っていう貢献、うん、まあ、期待値、はい、得点のアイソレーションでの PPP が、うん、まあ、それはまあ、高かったんですよね、この時はもうダントツ1位だったんですけど、うん、今回はまあそこそこぐらいの感じですけど、うん、まあ攻める回数多かったってことで、うん、彼が中心だったという表れでも、ね、イースガードですね、一つの指針だったので、うん、でまあその富山さんにワールドカップを振り返ってもらいつつ、はい、
まあ、対戦相手、まあ、篠山選手ですね、今回、うんうん、まあ、連載やってるのもあるのですごいいろいろ話してくれるので、うん、まあ、篠山選手に河村選手とのマッチアップのことを語ってもらったりとか、うん、あとはBコロの監督、今のラッシーさんが、はい、まあ、フィンランドのヘッドコーチなので、うん、まあ、あのフィンランド戦ちょっと改装してよと、はい、受けてくれるかちょっと分からなかったですけど、うんうん、受けてくれたので、そのラッシーさんの目線であのフィンランド戦、まあ、負け目線みたいな感じですけど、はい、にちょっと回想してもらった記事とか、うん、あとは青木武人さん、はい、あと B コールの監督に、はい、まあ、一番川村くんが変化した時代を見てきた監督なので、うん、これ話聞いた方がいいだろうと、うん、なんですけど今群馬でアシスタントなのでこれも受けてくれるか分からなかったですけど受けてくれたので、はいはい、ちょっと話を聞かせてもらってますという SNS でですね、なんかあのビーコルのファンの人だと思うんですけど、うん、川村くんの育ての親の一人青木さんなんだけど、なんかすごい過剰評価されてるっぽいんだよなみたいなツイートをしてる人がいたんですよ、この前。あ、もう読んでくださいっていうちゃんと載ってますよっていう、読んでいただけるとすごくいいかなと、ね、確かに、まあ、トムさんばっかり出るけど、うん、青木さんも大事な、そうですね、まあ、川村君を中心にオフェンスとか組み立てたっていうシステムを作って周りを動かして外国人選手もそれに合わせるっていう、うん、なかなかやってくれないと思うんですけどね、普通の外国人選手にと、確かにっていうのをやったっていうのは青木さんの、うんうん、まあ、プランというか、うんうん、そういうのによるとこだから、そこはすごい評価されるべきだと、うん、まあ、僕も個人的には、そうですね、これも重要な出会いでしたね、うん、まあ、あとは皆さんおなじみの佐々木クリスさんに、はいはい、ドライブの中でも特にペイントアタックのことについて、うん、5つのポイントなんですごいのかっていうのをドドッと語ってもらったので、すごい、いや、さすがアナリストだなという、そうそうそう、一つ一つ結構濃いというか、うん、深いことを語ってもらったという、うん、ここまでがひとまずドライブ特集、はい、でここからはいどうぞ、ここからそうですねこれここからは、まあ、ちょっとおまけみたいな感じなんですけど、河村くんにまつわる99のエピソードということで、うん、まあ、最初企画段階では99個出るかなと思いながらもう少なかったら77とか適当な数字に減らそうかなと思ってバーッとエクセルに打ち込んで、あ、まあでもいけるなぐらい結構意外に、これすごかったですよ、なんかいつまでずっと読んでられるから続くみたいな一個一個短いですからね、うん、あとなんかどうでもいいちょっと小ネタみたいなのも結構入れてるんで、うん、あんまりです、ね、みんなが知ってることももちろん書いてるしプロフィール的なのも入れてるんですけど、うん、まあね、ちょっとケツバスならではのすごいですよ、ずっと僕も読んでて、うん、そうそうそう、あ、まだ50個あと40個あるみたいなこの写真をいろいろ使いたくてこれを書いたっていうのもありますね、渾身のやつあります、今週のやつというか、そのミニバスのそのケツバスとしての取材が一番最初は全ミニだったと思うんですよ、うんうんうん、だ、それ以前の写真っていうのはあのご家族の方からご提供いただいてまして、うん、で今回もすいません前にいただいた写真また使っていいですかって言ったらお母さんがもう心よく許してくださったんで川村君のお母さんってそうやって LINE なのか分からないけど連絡する人あんまいないと思う世の中にいやいやいやあの、なので秘蔵の写真がビビリコレクションとか柳井のが出てます、はい、ですかね、この柳井の青ユニフォームは提供してもらってたんですか、うん、そう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 、これ多分4年生ぐらいの時だと思いますけど、背番号10ですね、うん、まあ、この時からもうスタメンのポイントガードとして出てたと、じゃあこの間に柳井のユニフォームが緑色に変わったってことですね、確かにね、そうだね、全面の時は緑だったからね、なるほど、はい、で、この特集のカラーは柳井ミニバスカラーってことですよね、まあ、第一カラーかもしれない、第一も緑だからね、黄色と緑、はい、まあ、第一の写真もいろいろね、まあ、佐々木くんとの可愛いツーショットとか、うん、これあれですよ、ね、の写真、モノクロの写真のでやりましたね、あ、そう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 、昔インスタで、インスタを見てる人は見覚えがあるかもしれないけど、うん、いろいろ懐かしい写真を出して、このスタメン全員 B リーグだもんって今すごいよね、しかもさ、大体大学でキャプテンとかみんなやってたから、うん、ここの代はしっかりしてたなと思いますね、河、まあ、村の効果かもしれない、千代君と神田君は今ファイティングイーグルスでチームメイトだった、うんうん、去年まで小川内をコンビだったけど、そうですよね、
あとは今まで取材したの振り返ったりしてて、うん、まあでも確かに面白かったのが、あの本当昔の音声とかテープ起こし読み返してて、井出口先生が結構その未来の予測というか、本当になんか代表の本当中心選手に河村がならないと世界は驚かないよみたいな話をしてて、そのままだ、おすごいこれ今実現してるっていう、さすが井出口先生と思いましたね。予言だな、予言でしたねとか、まあいろいろかっこいい写真とかかわいい写真をたくさん、このね、私服のシャツ苦手ってやつはなんか久々に見て面白かったそうですね。私服の時は本当にもうなんか本当は断りたいぐらいのとこって言ってこれ B コールシャツですよね、確かそう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 、私服だって言ってんのに私服クラブのシャツ、普通に白 T シャツ着てくる、しかもちゃんとソックスアシックスで靴もアシックスってさすがでございます。そうですね、はい、でもこのポージングとか公園で写真撮ったんですけど、さすがだなって感じなんでぜひ買ってみてください。 NBA のシーズン終わったら私服よろしくお願いしますお伝えください。確かに、ね、確かに NBA って結構試合の前の私服とか撮られるからね、うん、この前はねチームウェアでしたよ。ああ、そっか私服でお願いしますって次は。そうか、そうですね、それをやってもらいましょう。あとは河村君の特集と富永君の、うん、現在地を、はい、まあ、エグジビット、契約解除になったけど、うん、まあまあそれは規定路線だよっていうのがまず一つあったので、ね、まあ、そういうところを改めてね、はい、まとめてもらって現状と、うん、というかですね、この作ってる段階であんまり富永くん最新情報出なかったわけですよそうですね、なので、まあ、そういうところの振り返りと今後の展望みたいなところ、うんうんうん、あの向こうのライターの方にお願いしたと、はい、いう感じですね、うん、あとは、まあ、この2人にフューチャーするので、うん、今までこう頑張ってきた、ね、まあ、田臥さん、富樫さん、渡辺優太と、うん、あとは女子の WNBA を挑戦してきた選手たち、うん、はい、っていうのを時系列でまとめてますと。そうですね、今までが分かります。であと個人的に面白そうなのが、うん、この帰化選手で NBA 経験者の人たち、うんうんうん、今4人挙げてるんですけど、うん、アレックス・カーク、うんうん、ハレルソン、ニック、うん、で先ほど JR と、うん、これがもし今後増えてくると確かに面白いですよね。リーグもレベル上がってるんだなっていうのは、どんどん読んでほしいですね。結構 NBA オタクだったので、うん、アレックス・カークとかハレルソン来た時結構驚いたんですよ、うん、こういう選手たちが増えるとすごいなって、うん、ですね、ビッグネームに来てほしいな、うん、引退前にちょっと日本が好きな選手とか、ね、本当にキンバウォーカーとか来てくれないかなってことがちょっと思ったり、うん、ね、アリザイア・トーマスとか、はい、そういうレベルになってくれたらいいなとビリーグが、うん、そうですね、思いますね、はい。あとはインタビューをたくさん今回は入れてますと、うん、はい、でちょっと広島ドラゴンフライズにの取材に行けたので、うん、はい、浅山さんヘッドコーチと中村拓人君のインタビュー、うん、はい、まあ、今年のこととか ESL のこととかを聞いてるので、はい、そうですね、まあ、今年改めてじっくり振り返る、ね、去年の優勝とか、うん、まあ、あと浅山さんいつ S 級ライセンス取ったんだよっていう話とかをちょっと聞いてあげて面白かったので、選手やりつつだったのっていう、それもすごいタイミングが良かったという話をしてましたけど、うん、あとそういう、あと ESL の日程とかですね、はいはい、ここはちょっとぜひ見てもらったら面白いかなと思って入れてますと、うん、はい、で W リーグ開幕したのでその企画があって、うん、はい、学生もののインタビューですね。そうですね、学生も、山梨学院大の野溝くんがまず出てまして、うん、まあ、今ちょっとチームとしては一部で苦戦してるんですけど、野溝くん自身は得点ランキングトップ5に160センチ台2人入ってましたね確かに山本くんも、ね、山本くんもしかもこの後山本くんも出てるんであのちびっこガード2人、ちびっこガードすごいよね、はい、ノミソ山本2人とも出てますね。この前リーグ戦日体とやってましたけど、うん、山本くんハイパフォーマンスで1時20点差を9点差ぐらいまで追い上げるっていう、あ、すごいよね、あの、いや、すごい本当にうまいよね、うん、だから、はい、あの東海の小林くんもなんか喋ったことない、もう喋ったことないけど山本くん回すそれ山本くんに取材した初めどういう リアクションだったんですか。なんか喋ったことないらしいけどすごい上手いって言ってたよみたいなえ、マジっすかみたいな喜んでました、はい、3年生に回るっていうのも初めてだったんで、今まで4年生で回ってて、あ、なるほど、うん、ですね。
ここから3年生つながりになるのか果たして、はい、で、高校も福岡大地の宮本壮陽兄弟ですね。これはね、楽しみにしてる人結構いるっぽいですよ。あ、うん、はい、これ私も楽しかったですね、この取材は、うん、改めていろいろ本当にこう見てもどっちか分かんないいやもう私結構はっきり分かるようになった。そうくんの方がちょっと二重ちゃんとしてる。そう二重と奥二重っていうのもあるし、うん、しかも今回の取材で私は喋り方でもなんとなく分かるようにこっちで文字で読んでるんでマジで分かんないんですよ途中でこれどっちだっけなってそう声もさ結構似てて、話聞きながらこれはこっちだよなとかを確認しながらやってるんですけどだからやっぱね、そうくんはお兄ちゃん感じで、ようくんがこう喋ったことを結構そうくんがフォローしたりとか。なるほど、どちらかというと弟系な感じだ。先にそうくんが喋って宮本くん、ようくんがちょっとそれにつけてます。宮本くんっていうとどっちもだったいやでも面白かったですね、うん、なんか高校生の この四平対談とか今まであんまりやったことなかった気がするんで、高校生のロングインタビューとかちょっと今後増やしていこうかなと。面白かったです。思ってます、ね、これもあの U18 トップリーグで、うん、もう試合の最中の、ホテルで夜やらせてもらったんで第一の皆さんには感謝しかないです。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。で、美濃加茂訪問ですね。美濃加茂訪問ですね、うん、まあ、これは躍進チーム訪問ということで、うん、美濃加茂は私結構昔からよく見てるというか、久尾先生とすごいこう美濃加茂がよく何ですか教わりに行ったりとかしてたんで、林先生とはすごい仲良かったんですけど、改めて取材したことなくて、いやでも楽しい取材でしたね。結構みんなハードな、これもトップリーグの翌日行ったんで主力の選手たちは前の日もう40分フル出場してて、足がみたいな感じでしたけど、あれなんですね、その主力の選手は練習なかったんですか。あ、そう、この日は軽めで、なんなら主力の選手がコーチ役みたいな感じで、なるほど、コートに立っていろいろ声かけたり教えたりとかしてました。だから結構いろんな選手に聞くとアウトプット自分でするとすごいいいって言うんですよね、教えたりすると。確かに、なんか先月かな、先々月か、小坂部くんの対談やった時も教えたことなかったけど、うん、すごい勉強になったなって、うん、あ、確かにね、やっぱ教えたりアウトプットすると自分にもいいみたいな、うん、教える難しさはみんな分かってると思いますよ、うん、この主力の形。そうかもですね、本当になんかいいチームだなっていう、うん、トップリーグ見て思いますけど、こういうやっぱ歴史があるんだな、うん、やっぱ林先生は本当ね、いい人で、やっぱアシスタントコーチの前田さん先生も教え子なんですけど、やっぱみんな卒業生が卒業すると林先生もこう優しくなるっていうか現役生には割と結構厳しいんですけど、強豪校あるあるっていうか、そう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 、高校あるあるかもしれないけど、OB にはめちゃくちゃ優しいみたいなで、みんなやっぱ卒業して初めて林先生の偉大さに気づくって言って在籍中は俺コーチ、在籍中をね気づいてほしいですけど、はい、っていうのは気づける余裕が出てきたらそれは大物だなっていう感じですね。でも多分今のスタメンの子は話聞くと本当にリスペクトをすごい感じるんで、さすが準優勝ありますね確かに確かに結果も出てるからなっていう感じですかね、うん、あとはトップリーグのレポートとか、そうですね、あとモノクロのページで、うん、引き続きバスケ用語のページがあって、あ、そうですね、ここはアップデートしたので、うん、ちょっとまたもう入るスペースないんですけど今後アップデートするかもしれないけど、バスケ観戦もしくはやるときとかも、はい、ぜひ見てもらえると、うん、セットプレーとかはもうキリないに入ってないです、うんうん、個人のところと用語とスタッツって感じになって、うんうん、そうですね、だ試合を見るときとかにすごいいいですよね、うん、今何が起きたかとか、意外に、ね、用語集っていろんな見たんですけど、いろんな、例えば B リーグのクラブとか出してるんですけど、うん、少ないんですよ結構、なんでこれだけ結構ドンって集まってるのあんまないんじゃないかな、そうかそうか、1ページにまとまってるやつ、うん、本とか買えばキリないと思いますけど、確かだから中級編というか、その初級は知ってる人たちに中級編、うん、上級編みたいな、そうそう、ある程度のこれだけあれば大体観戦楽しくできるよみたいなまとめたつもりなので、ここは見てもらいたいなっていう、うん、はい、とモノクロで言うと加藤隆さんにレフェリーのインタビューをしました、はい、面白かったですね、はい、オリンピックの振り返ると、あとは
そもそもオリンピックのレフェリーってどうやってなるねんっていうところがちょっと僕はすごい気になってたんで、そうですね、でまずでそれ話をしてたら、うん、フィバレフェリーから選ばれると、はいはい、じゃあフィバレフェリーってどうやってなるのっていう話とかをちょっとすごいざっくばらんにしてもらって、うん、いやすごいですよね、うん、いや面白かったです、ね、こう考えるとあのオリンピックのレフェリーの人ってやばい人たちなんだなっていうのを改めて感じるぐらいプロセスが長いという話ですね、うん、いやなんか意外にこう、あ、なんかもうやり審判になりたくて国際審判になりたくて英語の勉強とか昔からしてたんだとか、うん、そうそう、そこはね、僕もちょっと個人的に英会話をやってますよね、オンラインで、なんかちょっと頑張ろうって思いました、うん、そうですね、そういうゴールが目指せるとやっぱ人って強いんだなとか思いながら、加藤さんはすごく丁寧なんで文字起こしが楽なんですよ、このまま、ね、ほぼそのままみたいな、はい、声が、はい、だってあのアナウンスも昔やってましたからね、うん、多分オールジャパンのアナウンスとかやってたと思うけど、いい声だし、しゃべりその時の映像とかないのかな確かにね、で大堀でマネージャー、慶応で、うん、あの学連かなとかしてましたもんね、学連入って、うん、いろいろバスケットに関わってきた人、前回あの第一大堀特集での取材した時、はい、あれをなんかね親御さんかなおばあちゃんか分かんないけど、うん、すごいなんか喜んでくれたらしくて、実家に置いてありますって、あ、そうなんですかよかったなんで良かったと思って、はい、はい、これの裏話で言うと、うん、あの Zoom でやったんですけど、うん、Zoom 背景設定できるじゃないですか、うんうん、あれがオリンピックのコートのやつだったんですよ、うん、で加藤さんそれすごいいいですねって言ったら、はい、これですか、これ僕が撮ったやつなんですよ、おこのコートに立った人しか撮れない写真なんですよって言ってました、それを背景にすごいなと思って、いやまさか自分で撮ったやつだったっていうそういうなんか配布されたやつがあるのかなと思ったら自分で撮ったやつっていう、確かにそのこだわりも面白い、そうっていう感じですかね、うん、今回の号は、うん、なんで結構いろんなものを詰め込んでるかなと、ね、うん、いろいろインタビューたくさん載ってるし、最近はですねやっぱいろんなことをいろんな視点から取材した方が面白いなと思いながら、多角的な視点、取材は大変ですけどそんなテーマでやってるという感じですね、うん、はい、ですね、ちなみに次の11月25日発売1月号は、はい、強豪校チーム作りどうやってるんだ特集みたいな感じですね、はいはい、そうですね、なんで久々の高校じゃないかな、うん、インターハイメインに高校来るのは結構久々ですね、うん、そうですね、まあ、オリンピックあったから、うん、最近インターハイの時もオリンピックだったし、うんうん、なのでインターハイ優勝した京都精華東山と、はいはい、我々が独断で選んだ残り2チームという感じで、チーム作りどうやってやってるんですかとか、まあどういうことをなんかモチベーションアップのためにやってるんですかとか、あと選手にじゃあどういうとこが競合になれてる理由なんでしょうか聞いてみたりとか、卒業生に聞いてみたりとか、そうですよね、いや本当この間ちょっとその 2チームのうちの1チームの先生にトップリーグ中にちょっと30分ぐらい話、うん、まあ、触りというか聞いたんですけど、触りで終わらなかった、いやなんか本当に本当私もなんか感動しちゃって、結構そのチーム作りになんかうるっときちゃいましたね話、うん、やっぱ強豪になるためにはリクルート以外のところが絶対あるはずだ、うん、そうですね、駒が良くても勝てる時代ではなくなってきてるので、うん、その辺の裏話をちょっと聞きたいなと思って、はい、来週あたりから取材に行こうかなと、はい、はい、と思います、っていう感じでコメント読みましょうか、はい、あ、そうですね、忘れました、はい、まあ、全部は読めないんですけど一部読みましょうか、うん、でも千葉ジェッツ周りのコメントは、そうですね、千葉ジェッツ特集が良かったですっていう方が多いですけど、H さんですよね、 H さんは小川選手と菅野選手の対談めちゃくちゃ嬉しかったです、高校時代からプレーを見てました、あれですね、若手対談が良かった、はい、ほぼ初めましてでしたそうですね、ちなみに10月号でも明治大学の平松選手と小川選手のエピソードが知れて、うん、もう西福岡とテンションが上がりました結構マニアックマニアックですね、そうですよね、福岡の方じゃないかな、どうですかねもうちとか西福岡でテンション上がるっていうのはこれは県民だなってかもしれないんですけど、はい、っていう人もいたりとか、うん、あとこれはアイラさんでいいのかな、はい、アイラ1225さん、はい、ジェッツ特集めちゃくちゃ良かったです、まあ、GM のインタビュー興味があります、あ、これはね結構言われましてですね、うん、あの知り合いの記者の人に、ね、言われたんですよ、うんうんうん、池内さんの、あのインタビューめっちゃ面白かった、はいはいはい、
なんかあんまり池内さんも、ね、うん、メディアに出ることないって言ってたので、うんうん、これちょっと他の GM の方とかもインタビューしたら面白いと思う、うん、そうですね、うん、選手獲得秘話とかいろいろ苦労がたくさんあるだろうし、頭使わなきゃやっていけないと思うので、うん、そうですね、あと GM って別に選手獲得だけじゃない仕事、うんうんうん、池内さんは広報の、うん、何直属の統括のをしてるって言ってたので、なるほど、そういうとこもやってるみたいな、はい、大変ですね、はい、次はあとしずくさんは1冊買ってよかったので2冊目買いました、布教用にしたいと思います、ありがとうございます、ありがとうございます。3冊目の布教を買ってもまだ売ってるとこ多分どっかにあると思う、ネットとか千葉県内ではだいぶもう見つからないみたいな感じになってますけどねぜひ手に入れてくださいって感じですかね。そうですね、あとはまあ表紙の個別撮り、そうです、うん、個別撮りです、これは、そうそうそう、個別撮りだと思いませんでしたっていう、うん、でもね、逆に個別撮りじゃないと多分あそこまでみんな顔見えないんですよおそらく、うん、確かに、あの一発撮りだと多分誰かが影になる、そうそうそうだね、個別撮りだったからできた表紙ではあったと、うん、そうですね、まあ、時間が合わなかっただけなんですけどっていう、はい、逆にいいものができたと、うん、いう感じですね。あとはタッシーにオチを求める原ちゃん、あ、そうそうそうこれいつなら聞いたことあるか、私が喋ったの、そうだ、裏話で、あとクリスは睨み顔できないので可愛いです表紙のね、はいはい、できないって言われました、睨んでました、 なるべく睨んでって可愛い、はい、という感じの、そんな感じで、はい、どうやって終わるんでしたっけという感じの12月号なの で、 そうです、ね、皆さんぜひ書店なり、はい、あのまあ、電子書籍なり、はい、オンラインショップなりで買ってもらえればなと思います、はい、よろしくお願いします。